はい、どうもこんばんは、ガチロッカ獣医です。こんばんは、ディオロヨカです。はい、今日は道のくダブルドラゴン6月放送ということで始まりました。今日もよろしくお願いします。お願いします。もうね、梅雨です。はい、梅雨ですね。もう獣医さんの誕生日の ねもう香りがしてきもうだいぶし始めていると迫ってきましたよ。はい、どうですか？早いよ。もう準備はライブの方とか？いや、今ちょうどそれを、はい、いろいろやってて、うん、で今年はまあ30日6月30日が、まあうん、毎年恒例で、はい、まあ、新宿レニーでやってるけど、その前日もね、レックス、そうレックスで、ちょっとしたね、はい、コピーライブというかお遊びを、そうです、いろいろちょっと耳にも入ってきて、うん、マスクで兼ねてやらせてもらおうかなというので、うん、ちょっとそれのね準備でわたついてました。はい、だってあれですよね、初めてやったライブ の、うん、再現というか、そう、ね、まあ 100% 再現までいかないけど、うん、覚えてる範囲でちょっとセットリストも、うん、はい、そういえばこのバンドのこの曲をコピーしたなっていうのを、うん、なんとなくセットリストも覚えてたんで、はいはい、でも意外と、うん、まあ、その曲たちを、うん、聞いてみて、はい、あ、覚えてるもんだなって、やっぱり、あ、歌詞とかも、やっぱその思春期というか、うん、その時代のものってやっぱ根強いですよね。そうね、うん、本当にこうくさびのように体に刺さってる感じ、こう衝動を得た時っていうのはやっぱ重要なんだなと、記憶にも残るんだなと。そうですね、しばらく聞いてなくてもね、改めて何年、うん、何十年越しとかに聞いたら、うん、ああ懐かしい、なんかもうスラスラとね出てくる言葉もね、わかるし、うん、確かにそれはね、だからちょっとね楽しみだなって、俺も見ててね、いいなっていうコンセプト的にね、ああそうだなって、29日のやつね、面白そうだな、うん、いやなんかねノリで決めてみたものの、はい、でもやっぱ緊張しますよ。します、逆にします。逆にするね、うん、ちょっとどうなんだろう。でもなんかそれ楽しんでるところもあるじゃないですか、そういう緊張感すらスパイスになるというか、うん、はいはい、その一個超えたところで、あ、そうね、うん、そのちょっと緊張感あった分だけなんかこうプラスで跳ねる、はい、うん、作用するというかあるんで、まあ、あとどこまでこうさ、うん、なんだろう、寄せるのか、うん、100% 自分の感じでやるのかみたいなもんね、うん、いや自分でいいじゃないですか、自分でいいですかね、うん、寄せなくても、うんうん、何かしらはでもちょっとなんか、うん、あ寄せてるなみたいな感じのとこはなんか、うん、ね、当時からやっぱそうですね、なんか1曲につき1個、うん、PV のなんか、うん、入れるとか、何かも動きとか、ね、動き、うん、1個1曲につき1箇所、うん、まあ、PV ある曲もない曲もあるけどね、うん、あとその当時のライブ、うん、ライブ映像見て、うん、あこの動きはこれ、ちょっと1個だけ1個ずつもらっていくみたいな、確かにね、うん、でそう気づいたら、うん、気づく人は気づくかな、まあ大体気づかないと思うけど、うん、みたいな、まあ特徴あるとこちょっとね、そう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 、うん、そうすればなんかこうミッションみたいなね、はいはい、貸していって、うん、クリアしたらこう、あ、楽しめるね、楽しめる、ね、そう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 、うん、あそっかそっか、うん、ちょっと緊張もほどけるかもしれない、そう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 、はい、いいんじゃないですか、うん、ぜひやってみてください。いや、やりますよ、もう頑張ります、頑張りますよ、きっとね楽しみにしてると思いますからね、ジョイさんファンがね、まあね、はい、はい、頑張りますよ。ということでね、もうお誕生日ですよ、はい、もうちょっとフライングですけど、はい、おめでとうございます。ああ、もうありがとうございます。いや、もうね、あっという間にもうこのね、早い、道の奥でも何回祝ってもらってるんだろう、そうですね、だから結構なね回数になってきてるんじゃないですか、2019年から始まってるんだね、うん、だからもう5年、うん、だからそうね、うん、もう5回目ですか、5回目、ああもうありがとうございます、今年もお祝いできてよかったです。はい、プレゼントも、はい、もうね、ヨカさんからいただきました、考えましたね、いやもう考えられた作品、はい、作品じゃない、作品じゃないですけど、いやプレゼントだった、いやそうですね、ね、はい、ジェラートピケア可愛いでしょっていうね、はい、いやもう素晴らしいですよ、もうそう、やっぱりなんだかんだいいですから、いやいいよ、布が、うん、わかる、ね、なんか百貨店とか行っても、はい、やっぱ寄っちゃうもん、ね、うん、うん、やっぱね触るとね、やっぱこれはやっぱねこれで寝た方がいいよねってなりますよね、質感がね、そう優しい、うん、しかもこう、うん、今回もらったのは、はい、夏っぽいちゃんとね感じの寝巻き、はい、うん、なんで僕これツアーに持ってきます、ぜひぜひぜひ来てください、はい、喜ぶと思います、ジェラートピケ側が
ジェラートピケ側がもうピケがね、ピケがピケもピケの満悦かなって感じですね。はい、いやもう使いますんで、使ってください。はい、ちょっとね、毎年ちょっとねお祝いが早いんですけどもね。だからそうね、はい、一番最初にいつも、はい、最速で何かをもらってますね。何かを、はい、そうですね、はい、まあ、楽しかったですよ、選んでる時間もまた。あ、本当に、はい、あ、じゃあちゃんと真剣に選んでくれたんですね。いや、めっちゃ真剣ですよ。いろんなこう方向で、はい、考えましたもんね。あ、じゃあそれに時間を割いてくれてた。割きました、割きました。もうそれこそツアーまだ終わってない、ツアー回ってる時ぐらいからどうしようかなって言っていろいろそんなに悩ませですね。いや、メイクさんとか共通のね、はいはいはい、メイクさんがいたりするので、うんうん、なんだろう、獣医さん何がいいかなみたいな、うん、でも結局なんかいろいろ言ってくれるんですよ、うん、その獣医さんだったらなんかこういう感じのこういうのがどうですかみたいな、うん、お、でも俺何も聞かなかったですね、それ。ああそっか、うーんって言って、もう言わすだけ言わせたっていう。じゃあ言っても決めたみたいな感じなの。そうですね。いや、なんかこう自分がこうちょっとその夏っぽいパジャマとかに切り替えた時に、うん、俺もなんかいただいたジェラピケのやつとか、はいはい、うん、着て寝てたりするんですけど、うん、そういえばこれじゃねってなって、うん、着た時のね、そうです、俺が それを自分で着て、うん、あ、やっぱ着やすいなとか思って、ね、決めた感じです。フィット感がねやっぱ違うんだよね、そう他のブランドとかとね、うん、全然。だからまあ正直ね、何だっていいんですよ、寝る時なんて。本当はきっとそうなんだろうけど、うん、まあ、いやでもね、突き詰めたところって、うん、にあの本当 の、うん、あの幸せがあったりする。いや、そうそうそう、うん、快適な眠り、うん、大事ですから。特にだってツアーだと、うん、あの寝巻きもね、変ななんかあのちょっと変なってなんだろう、あのゴワゴワのなんかあのオールインワンじゃない、オールインワンじゃないや、一丁羅みたいな、一丁羅とかそうそうそうワンピースワンピースみたいな、そう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 、あれね、嫌なんですよね俺、うん、なんかね本当嫌い、うん、寒いしな、寒いんだよね、そうあれ、そう、寒い、足が、足寒い、うん、そう、あと巻くこの着物タイプのやつもあるけど、あ、もうあれもなんか腰あたりがなんかもうゴワゴワして嫌な感じするんで、はだけるしね、そうそうそう、結局着てないじゃん何もみたいなね、うん、目覚めた時にね、そうそうそう、気分悪いんで、うん、まあこれならもう、これならもうちゃんとお腹も冷やさないし、そうそう、そう、夏はねお腹冷やしたくない、そうそうそう、クーラーね、本当ダメですよクーラーは最近、うん、やられましたからクーラーに俺。いや、やっぱつけてる、もうつけてますね、まあ、暑いもんね、もう無理で、うん、いつもタイマーで寝るんですけど、うん、忘れちゃってタイマーにすんの、はい、で朝寒って起きたんですよね、うん、うわやられたと思って、喉もなんか変な違和感になって、うんうん、本当だからツアー終わっててよかったなっていう。あ、じゃあ最近ちょっと本当つい最近クーラーにやられた、やられた、うん、あ、そっか、なんか意外がするってなって乾燥するし、うん、変な咳出るわみたいな、はいはい、そうね、気をつけていかないと。まだ梅雨明けてないのにね、そう、梅雨入ったばっかなの、そうそう、暑いんだよ、うん、うん、まあね、そういうことで獣医さんのバースデーをねお祝いするようなね DM もね、みじみ子たちからいただいてますから、はい、このあとね、はい、バースデー、ベストワーストと、あ、なるほどね、募集した、はい、テーマ、テーマでねやっていこうと思います、うん、では、はい、まあ、その前に1曲、聴いていただこうかなと思います、はい。最近、ディオラのアルルカントのツアー This is my cult 終わったばかりなので、ちょっとこの曲を聴いていただきたいと思います、はい、ディオラで This is my cult。迷える固執したて願いは叶うものだとずっと信じ込んで、神の後叶えりゃしないほど奪い合い合い合いがないこの世界、虚像の群れにまとう哀れな固執したち、心を差し出すのならあげるよ、その術を神の音叶えりゃしないほど、くだらない愛れない信仰をかざして、This is my God。
それでは、いただいた DM をねちょっと読んでいきましょう。はい、まあ、今月は、まあ、ジョイさんのバースデー、はい、誕生日ということにちなんで、道の子たちのバースデー話ベスト、うん、ワーストってことなんですけど、はいはい、まあ、誕生日についての話、この方はお名前はないんですが、はい、ジョイさん、横川さん、こんにちは。こんにちは。6月のテーマ、誕生日について、うん、私には最愛の推しが2人います。はい、それはもちろんジョイさんあらと、はい、セーラームーンの月のうさぎちゃんです。あ、なるほど。なんと2人は誕生日が同じなんです。そうなんだ。これはなんか聞いたことあったな。俺、これは奇跡としか言いようがありません、うん。当日は2人のお祝いでとても忙しいですが、はい、ファンにとっては何よりも幸せです。素敵なバースデーライブを楽しみにしています。あ、そうなんだ。な、月のセーラームーン、月のうさぎさん、月のうさぎっていうんですね。はいはい、見たことないから。主人公だよね。主人公でしょうね。月だからね。そう、あ、そうだよ ね。だってマーキュリーとか、あ、そうそう、マーキュリーとか、マーズとかいっぱいいるよね。なんかその惑星のジュピターとか、はいはいはい、いるんでしょうから。5人組ぐらい、ゴレンジャー的な、ゴレンジャー的な。まあでもそういうことですよね、うん、女の子版の特撮ヒーローみたいな、はいはい、の真ん中ってことよね。真ん中、まあ、レッド的な、レッドレッドレッド、うん、そうそうそう、赤レンジャーみたいな、はいはいはい、が6月30日なんだね。なんですって、うん、なんか聞いたことあったなと思ったけど。本当ですか。うん、そうなんだ、うん、なんでまた6月30なんだね。なんか大体そういうのってね、うん、は星座ね、うん、関係ないのかな、どうなんだろう。いや、まあ星座とはまた違うから。違う、それはセイントセイヤ、うん、あ、そうね、セイントセイヤだ、ね、それは、うん、セーラームーン惑星ですよね、だからね、うん、要はね、月にせよ、月土星だろうか、うん、なんか水星とか、そうそうそう、なんだか水星がマーキュリーだっけ。水星が、ま、マーキュリー、マーキュリー、うん、あんま分かんない、あんまり詳しくないんですけど最初確かでも、うん、俺もなんか見てたんだよ、妹がね、はいはい、やっぱ好きだったから、うん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 、見てて、最初はでもセーラームーンしかいなかったんで、うん、でだんだんなんか見てたら、あれなんか増えてんのみたいな、なんか増えてったから、うん、あ、なんかそういう感じになってきたなみたいな。ちょっとピンちゃん難しいこれ絶対この人嫌がるかもしれない、うん、ピンじゃダメだこの野郎とかつって、ソロじゃダメだった、ソロじゃダメだった、ちょっとバンド組むしかねえわみたいな。あ、そっか、テコ入れってことですよね。よく特撮ヒーローとかにもあるんですよ、うん、なんかその主人公だけなんだけど、はいはいはい、そうじゃなくて、うん、ちょっとそれだけだと数字が弱い、ちょっと悪くて、うん、ライバル的なちょっと敵か味方かみたいな、はいはい、そういうやつとかを出したりすることで、うんうん、テコ入れして、うんうん、でそっちの方が人気出たとか、あれでおもちゃも売れるし、ね、みたいなことはよくある話で、はいはい、幽遊白書とかだとね、ヒエとか、うん、あ、俺ちょっと見てない、あ、分かんないか、そうか、世代が違うね。いや、ハンターハンターとかの、でもね、ショウヤとか好きですよ、幽遊白書とか、うん、だから多分世代ではあるんですけど、俺が実写しか見なかったので、うん、はいはい、嘘じゃんアニメ、絵だしって思ってたんですよ。真実は全部実写じゃんって思って、全然真実じゃなかったっていう。はいはい。うん。そっかそっか。そっか、セーラームーン最初一人だけだったんだ。なんか確かそうだったような気がするけど。あれもだっておもちゃがすごいですよね。俺、うん、あんま知らないですけど、それこそマンダラケとか行くと、うん、その変身スティックみたいな。あったよ家に。ムーンプリズムパワーみたいなこと言うやつ。妹が誕生日でもらってたの。親から。セーラームーンのなんだっけな、でもなんか変身する何か、うんうんうん、棒ですよね、棒かな、うん、棒というかあれベルトとかじゃないよね。いや、それ仮面ライダー。あ、そうか、それ仮面ライダーな、うん、ベルトはライダーだし、うん、棒、なんか棒かな、うんうん、棒です、棒をもらって月とかがなんかこんなの、確か先先端になんか光るやつ、光ったり音が鳴ったりするんですか。多分そうだと思う、うん、だから
男の子たち、俺がだから子供の頃とかはなんとかレンジャーとかの、うん、あれブレスレットで変身してたんで、大体あの当時俺の子供の頃って。あ、そうなの。そう、こういうなんかこう腕キッキッキッてピッてやって、なんかトゥルトゥルトゥルって変わってはい、はい、体の色変わって、そうそうそう、色変わって最後顔がカチャンってこうマスクみたいな感じになるっていうやつがあったんで、よくねブレスレットはね親に買ってもらって。 それも結構するの。だってブレスレット多分今どうなんだろう、3000何歩とかなんですかね、うん、当時でも子供からしたら、まあ高いね、買えないから、お母さんおねだりしてみたいなことやってましたよ。それは何、ゴレンジャイみたいな感じ。ゴレンジャイ。俺が覚えてのなんなんだっけかな。なんか一人のパターンのもあるじゃん。だからシャリバンとかそういう、あギャバンとか、ね。そうですね。だいぶ俺が言うと古いから多分。だって、うん、いやギャバンはそうですね。メタルヒーローシリーズっていうのは。うん、あってギャバン、シャリバン、シャイダーとかね。あ、知ってることは知ってますね。知ってます、知ってます。おもちゃもなんなら持ってます。当時のやつ、はい、あさって買いましたけど、でそう変身するグッズとか好きでした、うん、女の子も見たことないけどセーラームーンって、うん、こう漏れ聞く話、うん、テレビとかなんか特集とか、うん、そういうのでなんか見る機会しかないけど、うん、まあわかるなって、ああいうおもちゃとか、うん、あまあ俺が女の子だったら絶対にやってたし、まあ、なりたいってことだよね。なりたい、セーラームーンになりたいっていう願望、うん、そう、うん、っていう、ちょっと脱線しましたけどでもあの獣医さんの誕生日は、俺の誕生日と一緒だったってこと、ね、ウサギちゃんがいるぞっていう、うん、俺クロミちゃんですよ。あ、誕生日一緒なの。そう、それも俺言われて、うん、クミに言われて、うん、あ、そうなんだ、ハロウィンの、ハロウィン、おう、うん、別に何も嬉しくねえなっていう、うん、クロミちゃんと誕生日が一緒っていうことだけをなんか植え付けられた感じはありますね、うん、なんで10月31日になったのね。だからなんかクロミちゃんってそれこそだから黒いっていうことなんで、うん、だからハロウィンってそういう魔女的なコスプレ的なっていうことなのかな、安直な、安直なね、うん、ところなんじゃないかな、うん、そっか、いいですね、セーラームーンね、うん、素晴らしいと思いました、ね、いや嬉しいですね、うん、はい、じゃあ次ちょっとなんかね優しいのが結構なんかね多かったんですよ、うん、今回、はいはい、これはじゃあ道の子ネームちょっとこれ文章を読んだ後に言いますね、はい、獣医さん、よかさん、こんばんは、こんばんは、よかさん、ツーマンツアーお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。私の家族話を聞いてください、はい、私には長男と長女の2人の子供がいます。うん、ママですね、うんうん、5年前のとあるある日、長女が以前から欲しがっていたコンバースのスニーカーを誕生日プレゼントにと購入、うん、ん、これはなんだ、長女が以前から誕生日、あ、自分に買ったのかな。で、ことか、このお母さんが冗談でいいな、うん、お母さんもスニーカー欲しいと言った矢先、うん、お母さんの誕生日過ぎてるけどと、うん、バンズのスニーカーをプレゼントしてくれました。え、うん、娘さんがね、はいはい、嬉しいやら申し訳ないやらな気持ちになりましたが、長女には素直に喜んだらいいやん、うん、あ、結構大きいのかな、じゃあね、もしかしたらね、うん、そうですよね、自分で靴買いに行ってプレゼントってやるぐらいだから、ね、今はかなり傷んできてますが、私の持っているスニーカーの中で一番のお気に入りで大事に愛用しています。ちなみにこのスニーカーでライブに行くこと多し、子供たちをありがとう、以上私のプチ自慢でした、道の子ネーム小自慢してしまった母からですけども、うん、お母さん、うん、結構大きいじゃん、ね、長男長女、うん、しかもそれも5年前って言ってるんで、結構もしかしたら、まあ、ね、ね、うん、ちゃんと大きめの、まあ、子供からもらってまあ嬉しい、うん、ね、だから我々はね、こうお子がいませんのでわからないですけど、うん、だから親に対してすることとかはもちろんありますけど、うん、そうね、親がどういうふうにね思っているのかみたいなところって案外わかんないじゃないですか。そのなんだろう、誕生日とか、うん、例えば母の日だなんだとか、はいはい、そんないいよもうやんなくて、うん、みたいな言うんですけど、うん、まあ言いますね、どうなんだろうなって。でもそんなこと言うけど、でやめたらでもってなるんじゃないか、うん、なんかね、うん、ちょっとね、そこあと思うのは、絶対世の中の摂理から考えて、はい、親より先に死ぬことの方が少ないじゃないですか。
基本的にね、設理としては、設理としてはね、だから親の方が先に行ってしまうのでね、うん、って考えたら、まあ、設理としてね、そう、設理としてね、はい、そうだからまあなんかやんないっていう選択肢がなかなかね、うん、なんかあげたりでもやっぱするよりますね、誕生日だったり、あ、誕生日もそうですね、うん、母の日とか誕生日とか、そうか、俺母の日父の日は、うん、あげるようにしてるけど、うん、誕生日はそうね、あげたりあげなかったりしてるなと思って、うん、まあなんかね大したことはしませんけどね、うん、まあお酒送ったりとか、うん、親父にとかそんな感じですけど、そうだからこうやって喜んでくれているのだったらいいなって思いますけど ね、うん、ね、だからいいお母さんなんじゃないですか、そういうことだよ ね、はい、素晴らしいですね、うん、育て方が良かったっていう、良かったんでしょうね、はい、じゃあ次ね、もうなんかまたあったかいのあったな、あったかいの、はい、この子も道の子でもなし、まずは最低なワーストの方の思い出から、はい、うん、高校時代は陸上部に所属していまして、2年連続インターハイのレース当日か前日でした、当日か前日、誕生日が、ああなるほど、はい、はい、誕生日なのにそれどころではないし、負けた時は気分悪いし、うん、レース前日が誕生日の時はケーキなんか食べれないほど緊張しているし、楽しんだ記憶がありません。まあ、10代のね、今思うと貴重な経験ができてある意味良かったのかもしれませんが、10代の自分からしたらもっと盛大に家族にお祝いされたかったなと思っています。そっか、もうでもインターハイとかすごいですね。ね、すごいよね、うん、インターハイって相当、相当ですよ、うん、で、誕生日のいい思い出ベストの方は、20歳の誕生日に職場の皆さんからパーティーを開いてもらい、うん、サプライズで母親からのお手紙と当時好きだったバンドのアーシャピック、うん、それを旗にしてそれが刺さったケーキをもらったことです。私の気づかないところで母親も巻き込み準備してくれていたことが嬉しかったし、みんなからの愛を感じた一生記憶に残る20歳の誕生日でした。なるほどね、はい、あ、これでもね、うん、いい話、ね、なんかねすごい、俺これに似たことあるんですよ。でライブで、ほう、ガチャロッカーになってから、うん、バースデーライブって結構するようになったんだけど、はいはい、うん、いつのまだ、もう 6,7 年前ぐらいのバースデーとか、うんうんうん、まあサプライズで、はい、メンバーから、うん、母親から手紙をもらってますって言って、おでそれを母親がたしなんだやつを、はい、まあ、純が代わりに読んで代読純っていうことで、はい、いつの間に、だからどうやって電話番号仕入れたんだろうな、確かにね、どうしたん、どうやってやったんだろう、いや、あ、それが一回俺仙台でライブやった時に、はい、靴を忘れて、うんうん、でその実家にね、で靴届けてもらったのね、ライブハウスに、はい、でその時に電話のやり取りをスタッフにあ、なるほど、やってもらって、うん、でそれでその履歴が残ってたから、なるほどね、うん、それでコンタクトを取ることができて、で純がなんかうちの母親と話して、へ、なんかないですかみたいな感じだったんじゃないかなっていう、うん、それはすごいな、うちだったらないな、多分親にコンタクト取ってっていうのは多分ディオールはないだろうな、ないかな、うん、そうか、うん、いや、なんかまあ別にでもお母さんはそういうのを別にやるってなったら嫌がりはしないんでしょ、いや、どうなんだろう、嫌がるとかはないと思いますけど、うん、いや俺がちょっとだからもう人格がね、はい、変わっちゃう気がするんですよね、子供になっちゃう感じが、あーそっか、そうそう、もうだからマスターは誰だ、ちょっとあーそっか、次これできないわってなりそうな気がするから、息子になるだけ、息子になるだけなんでちょっとそれは避けた方がいいだろうっていうのは、世界観的に、ね、世界観がね、そう、どの面下げたかとって感じに俺だったらなりそうな気がするな、うん、そうね、うん、でもいいですね、こうやっぱ家族がね、うん、こう関わってきてるものが結構、そうね、身内だったね、ありますね、うん、なんか結構ハードなやつもあったな、ハードなやつか、うん、なんかそれこそ親父が暴れてみたいな、そういうのも誕生日に、誕生日なんかあったな、それ辛いな、それは誕生日に親父が暴れる
あと誕生日に親父が暴れてみたいなのありましたよ。だから忘れないよね。マジで強く生きろってしか、ね、ちょっとあれですけど、うん、まあ結構本当たくさん送ってもらっておりますよ。男の子からも来てる、珍しいなと思ってちょっと読んでいこうと思います。道の子ネーム春くんですね。はい、はい、ジュイさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからもさらなる飛躍、新曲を日々楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。僕のワースト&ベスト誕生日ですが、うん、私のその僕の誕生日8月29日で浅木さんと同じ日ですっていう、ね、あ、そっか、8月29日 ね、はいはい、プチ情報を挟んでいた、うん、でこの8月29日というと、うん、夏休みも終わりということで、その日にクラス会、クラスの男女みんなで遊ぼうということになり、うん、クラスには当時付き合っていた人も幼馴染もいて、うん、こうみんなでボーリングに行きましたと。お、ただそのボーリングに行って楽しかったんですけども、うん、その後の流れがこうもやもや曖昧な状態でグダグダしていたと、うん、どうするのと、うん、これからと周りに話しても曖昧な返事ばかりで、うん、当時自分が若く、若かったこともあり、自分の誕生日なんてみんな忘れてるんだと、うん、誕生日なのにと。ああ、そっかそっか、誕生日ってあの気づかせずにってこと、うん、そうそうそう、はい、だから普通に遊ぼうとクラス会しようと、うん、みたいな感じで、そんなその若かったこともあり、イライラしてしまいました、うん、ちょっとね文章長、ちょっと長くて今のいろいろこうあれね、発言しながら喋ってますね。喋ってますね。はいはい、そうですね。ちょっと発言でいいですか。すごいね、ちょっとね、結構長めなんです。長文でいただいておりまして、はい、まあ不適されますよね。まあそうなったらね。不適されていつ言ってくれるんだっていう、ね。そう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 。はい。うん。じらし的な。そうそうそう。あ。そうそう、とまあ、友達複数人でねやってますからね、はいはい、でその友達に、うん、一人にされて、一人にされて急にそう、ね、そうそうそう急に、うん、そう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 、急にちょっとまあ不適されてて、こっちもこっちも不適されてたから、不適されたから、そう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 、もうちょっとあの嫌われた。そう、友達全員でちょっと俺たちちょっとあのコンビニ行くから、うん、うん、はい、はい、みたいな感じで、うん、うん、え、で何、嫌われたって話？いや、嫌われてないんですよ。まあ、じゃあもういいですか、結末だけ話して、うん、結末だけ話していいよ。だからな、まあよそよそしかったんですよ、みんなね、そう、なんか気づいてないような素っ気ない素振りで、ああ、はいはい、うん、でもそれは理由があって、うん、サプライズをするために、うんうん、あのもうみんなでこうポーカーフェイスで隠していたと。ああ、はいはい、うん、まあね、でまあ、うん、結局最終的にお祝いされたんだって。ああ、されたの。じゃあどっちなんだろう、ベスト、最初は嫌だったけども、うん、最終的にはベストだったよっていう。ワーストからじゃあベストに変わったっ、ね、そうそうそう、災い転じて福となしたよっていうそんなこと書いてない、書いてないちょっとごめんなさいね、あの文章がちょっと、まあ、ごめんなさい。いや、でも今ので分かった、うん、ね、うん、そうそうそう、まあ、せっかくね送ってくれたからまた送ってね、ありがとう、はるくん。いや、面白い。いや、そうそうそう、うん、まあだからサプライズってそうですよね、難しいね、うん、ね、うん、何事もなかないかのようにしてないと、うん、サプライズにもなんないし、うん、だからはるくんの場合はあれですね、その、うん、え、俺誕生日なんだけどっていう、うん、そのそ心があるから求めちゃってたんだ、欲しがっちゃってたんだなっていう。だから最初に誘われた時も、そう、あ、そうか、あ、そういうことねっていう ね、誕生日祝ってくれんのねっていう、焦っちゃダメだよっていうことを、うん、こう教訓になるような、そうそう、はい、おごっちゃダメだよ、おごっちゃダメだと、うん、謙虚に祝われなくたっていいじゃないっていう、別に、うん、特別祝ってもらえたらありがたいけれど、うん、祝ってもらえたら嬉しい、うん、ラッキーぐらい。ただまあ、はい、ね、みんなね、うん、みんな頑張って生きてんだよっていうこと、うん、そんなことそういう着地なまあまあまあ、うん、そういうことじゃないですか、よかったね、まあ、でもこういう方もいるんですね。道の子にもおさしみちゃん、うん、ジョイさんお誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように、はい、そして This is my cult ツアー、よかさんお疲れ様でした、うん、楽しかったので今度は透明半くらいでまたツーマンツアーお願いします、うん、考えておきます、
6月のトークテーマ、バースデー話ベストワーストですが、私の家では誕生日を祝う習慣がなく、誕生日会とかプレゼントとかもらった記憶がなく、ワーストすらもなく虚無でした。愚民になってからたくさんの愚民友達がお祝いしてくれるようになったのがベストバースデーです。私の誕生日が10月半ばなので、今年はインストアイベントでビオラに会えるのが誕生日プレゼントになりそうで幸せです。あんまり無頓着な人もいますからね。まあね、誕生日だからといって別に家族で別にお祝いするわけでもなく、ただの日、一日、同じ一日、まあそうだよね。でもね、まあそれもまあ分からなくはないですよね。まあでもそうね、小さい頃はまあ親には一応ね、あの誕生日だったら何か好きなもの、じゃあなんか言ってみたいな、作るからみたいな、でまあ大体ハンバーグとパスタと、俺ね唐揚げとカレーでしたね。ああそっか、やっぱそういうことになるんですね。めちゃくちゃ唐揚げ食べてましたね。毎回っていうか、ね、すごい印象に残ってるのがそれですね。唐揚げ好きなんだっけ。でもいや子供の頃、今はそう、今は普通、あ普通、ですね。昔はなんかごちそうでしたよね、唐揚げとカレーって、まあ、確かにカレーはごちそうだよね。でもなんかおねだりするのがもうそのぐらいの時しかないみたいな感じもあったんで、カッコつけてね、あのデラックス何々が欲しいとか、あおもちゃね、おもちゃとかね、そう、もうこれ見よがしに行ってましたね。プレゼントはちゃんとじゃあいつも、そうですね、もらってましたね、ねだってましたね。おもちゃ屋さんのチラシとか、昔ね見たな、あれ、そう、これこれこれみたいな、あれみんな好きだった、大好きでしたね。もうだからなんか紳士服とか、電気屋とか、スーパーとか、そんなんしかない時なんてもうテンション下がりますもんね。そこにね、あのおもちゃ屋の、そうハローマックとか、ハローマックとか、おもちゃのバンバンとかねおもちゃのバンバン、おもちゃのバンバンなかったですか。あ、なかったかも。ハローマックはありましたよ。 ありましたけど、それ福島だけとかじゃなくて、え、おもちゃのバンバンって福島だけとかあるのかな。俺聞いたことないかったかも。バンバン、おもちゃのバンバン、まあ仙台で言ったら、まあ、ハローマックが何店舗かあって、ハローマックね、絶対まあ俺が行ってたのは南光台っていうとこあるんだけど、そこのハローマックに絶対誕生日行って、でファミコンのカセット、まあ大体小学生だったら、まあファミコンのカセット5000、5、6000ぐらいまでみたいな。ファミコンのスーファミのソフトってめっちゃ高かったんですよね。あ、そう、スーファミは高かった。9800円とかザラでありましたよね。何だったんだろう、あれ高かったね確かに。でも仙台とかにも、仙台じゃないか、でも宮城にもありましたよ、ある、過去にね。もうやっぱりもうないですね。あ、じゃあ一応全国チェーンなのかな。今もう2店舗しかなくなったみたいですね、大阪と沖縄。あ、じゃあ別に東北ってこともないじゃないみたいですね。だからハローマックってねずっとあったんですけど、だからマクドナルドを知る前にハローマックを知ってたんで、俺の中のマックってハローマックだったんですよ。マック行く、マック行く、マック行くがんじゃハローマックなんだ。マック、だってハロマとは言わないじゃないですか。まあね、ハロー、ハローワークみたいな、ハローワーク大人と子供のね一文字違いみたいな感じになっちゃうんで、そうですね、ちょっとマック行くって言ってたんだ、ね、マック、でマック行ってもないからバンバン連れてってとか、あ、最初はマックなんだ。マックの方が近いですよね。でバンバン行って、バンバン行って、もう今もないですけどね、ハローマックもねなくなっちゃって、おもちゃ屋本舗っていうおもちゃ屋に変わってましたね。地元の、でも一応まだおもちゃ屋として存在してますね。なかなか少なくなってきたのかな。少ないですね、もう子供がいないんでしょうね。悲しい、悲しい話、悲しい話だな本当に。老人ばかりの国になっていくんですよ本当に、ね、この国は、この国はもうしょうがないでございますけどね、まあ、そんな感じでちょっとたくさんいただいたんですけども、ちょっともうキリがなくなるので本当ありがとうございました。ありがとうございます。どうしましょうね、来月もう7月ですよ。はい、7月といえば、7月といえば、そっか、もうそういう時期になりました ね、7月、もう梅雨も明けて、ちょうど明けたぐらいになるのかな、今年梅雨入りがちょっと遅かったもんね。
次会う時はじゃあちょうど暑い頃なんですかね。もう明けてますよね、うん、梅雨もね、うん、カラッとしてカラッとして夏って感じになってるじゃないですか。今年めちゃくちゃ暑いらしいけどね。マジっすか。毎年行ってません、まあ、毎年行ってる、なんか今年の夏は暑いとかで毎年それをなんか更新してる感じがする。じゃあ涼しかった夏なんてあったっていう、いつだったそんなのみたいな。なかったよね。小さい頃から別に夏は暑いけど、うん、だって冬はなって冬でなんか暖冬ですとか抜かしやがるじゃないですか。でも寒いよね。いや寒いですよ。だからもうどうしようもないですよね。どうしようもないね。ただなんかテレビで見たんですけど、うん、なんかこう野菜がもう育たなくなってきたっていうか、あの気候が変わりすぎて、あ平均気温がこう上がってきて、もう温暖化でしょうね、うん、だからその今までこれがいっぱい作れた野菜っていうみたいなそういうのが、うん、ちょっと土の温度がだからもう上がって合わなくなってきた。だから沖縄の方とかで作られるようなやつを東京の方でも作り始めましたみたいな。ゴーヤとかが主流になってくるのかな。だからもう多分その辺にパイナップルとかなってんじゃないもしかしたらそういう未来もあるかもしれない。まあでもそうなるよね。でも確かに、うん、近づいてますよ。その亜熱帯なんだっけ、キャベツ、うん、めちゃくちゃ高くなった。あ、一時期ありましたね、うん、なんかすごい見ました。新キャベツ夕方のニュース、1000円ぐらいの新キャベツみたいな。バカじゃないのって、うん、だからお好み焼き屋さんとかが大変だって言って、ね、小麦も高いし、小麦も高ければキャベツも高い、うん、白菜でいこうみたいな。ああ、そんな感じなのみたいなのはやってましたよ、とんかつ屋さんとか。千切りキャベツの千切りがちょっと高いから、はいはいはい、キャベツの千切りの中に白菜混ぜてとか、なんかブレンド米みたいなみたいなの見ました。あ、そうなんだ、うん、だからこれぐらいのこの割合だったらその印象を損なうこともなくいけるんですよっていう、まあ、食った感じはもうキャベツだろうなっていう感じだけど、実は白菜も、実は白菜も入れてます、すいませんみたいな、やってました。でもしょうがないよな、しょうがないよね、うん、まあ、白菜もビタミン入ってるしね。あ、そうなんですか、うん、栄養詳しいですよね、獣医さんね。結構栄養見ながら食べるのが、あ、そっか、そう、はい、そういうことか。そうなんですよね、うん、まあね、いいんじゃないですか、うん、そう、まあ、そう、いろいろ変わっていく時代の過渡期のね、中にね、はい、いますけれどね。そうですよ、はい、はい、まあ、今年の夏もじゃあバカ暑いと、バカ暑いのかな、本当ね、はい、ね、まあ、頑張って生きていくしかないですね。だってもう今の時点でね、クーラーなしじゃ生きていけないですね、もうね、うん、いろいろ怖いっすよね、うん、本当に健康じゃないとね、ライブも楽しめませんから。そう、どうぞ皆さんお元気でね、はい、やっててくださいということで、はい、じゃあこの辺でもう一曲聴いていただきたいと思います。ディオーラでドラスティックダイブ、どうぞ。ダイヤイミライドラスティックダイブ、
というわけで今月も道のくダブルドラゴン聞いていただきましてありがとうございました、はい、ありがとうございます、まあ、ジョイさんの誕生日、スペシャルみたいなね、はい、毎年やらせていただいてますけども、はい、いやありがとうございます。こうして道のくダブルドラゴンでお祝いできてまたよかったなと思います、はい、感謝です、はい、そんな、ここから一つ、年をこう重ねていくジョイさんから、うんうん、来月のトークテーマ、はい、発表お願いします、じゃあ健康に気遣ってるもこと、健康のためにしてること、ああそうそうそうみたいな感じでとか、健康のために食べてることとかね、大切ですね、大切です、うん、大切なことだと思いますよ、はいはい、なんかね一個年を重ねて、うん、はい、はい、やっぱね、うん、ステージで元気よく歌うためにはね、うん、日々健康でやっぱいることが重要だなと、大事です大事です、年重ねるたびに思うんですよね、うん、これは、はい、確かに案外そういう情報って興味とか関心を持って、うん、あの自分から探しに行かないと入ってこないですからね、うん、何事も情報が、うん、だからなんか俺も聞きたいな、簡単にできることとか、うん、なんかこれあでも今怖いじゃないですか、それこそ紅麹とか、うん、ああ、ね、そういうもんだからね、うん、サプリとか簡単に手出しやすくて、うんうん、だからその危険性みたいなこともちょっと言われる世の中になってきて、ね、何をしたらいいんだいっていう、ね、何食ったらいいのっていう話になるしね、そして何がダメなんだいっていう、そうそう、うん、ああでもなんかあれ来そうだな、お酒とタバコを控えてくださいみたいな、いやそれは分かってますんで、まあそれもでもね、うん、あのお酒も少量ならね、体にいいみたいなことも、百薬の長ですからね、あそう言いますよね、うん、だから飲みすぎたらもう終わりですけどね、そういうもんなのかな多分ね、うん、でも消毒になるっていう人もいるし、ね、だから俺あれ本当ね、お酒飲む人で、うん、俺それ言うやつマジで嫌いであの何がそれこそだから、うん、あのコロナとかが落ち着いて外で飲めるようになってきた時期みたいな、うん、こう何回かこう波あるじゃないですか、はい、あったね、うん、でなんかね友達とかね一緒に飲こう飯食って飲んでみたいなやって、うん、あ消毒消毒とかつってあーガサツだなって思って見てたから、うん、なわけねえじゃんってみたいな感じがありね、まあ、一応アルコール消毒ってあったからね、そうそうそう、絶対そう、かっこつけてね、かっこつけて何でも言うんですけどね、何でも言う人いるよね、いますね、ビールも栄養ドリンクだって人もいるし、ね、あそう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 、まあ栄養が完全にないものって、うん、えもやしだって何かしらありますよね、何かしらあるでしょ、何かしらの栄養素だ、その五角形が限りなくゼロに近いちっちゃさだけでちょっとちっちゃいけど、ね、なんか特化してるものはあるんじゃないでも多分ね、ミネラルいっぱい、あ、ね、そう、そういうの、うん、いいよな、情報としてあったら、うんうん、そうね、だからこれ食べ続けたら風邪ひかなくなったとか、なんか、ね、確かにでもいいし、R1 とかね、うん、あったね、ありますよ ね、 今もね、そのインフルエンザにならないとか、うん、R1 って、あ、そうなん、確か、うん、コロナより前だったんで、うん、確かね、なんかアレルギーになりにくいみたいな、あ、そんなの聞く、ね、うん、だからなんか最近でも多くないですか、それこそお茶一つとっても中性脂肪にいいとか、うん、あね、いろいろ内臓脂肪がどうのとか、うん、脂肪の分解を促すみたいなですか、ね、そうそうそう、うん、ね、まあいいや、それはちょっと来月じゃ、うん、掘り下げましょう、はい、じゃあ僕もね、はい、健康に気使ってることをしゃべります、はい、あ、お願いします、はい、俺あんまりちょっと考えてなかったので、はい、そろそろね、そろそろ自分の身をね大切にもっと大切にしてそう、ね、いきたいなっていう思いもありますので、はい、ぜひ道の子の皆さん、ジョイさんと俺に、はい、有益な、そうね、有益な情報ね、はい、まるでミノモントの番組かのような、うん、ね、午後は丸々的な感じで、はい、いただけたら嬉しいですね、昼時っぽいやつね、はい、そう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 、なんかこの CM 長いな、ドラマ始まったのかなそれって思ったら青汁、青汁ね、うん、あ、こういうことかっていうやつね俺あれ大好きで、うん、なんか、いや俺も好きだ、なんかちょっとね笑みがこぼれるですね、あれはなんか途中でまさか、そうそう、やっぱり来たっていうあの感じ大好きなんで、来、うん、次の道の句はちょっとそういう感じにしたいですね、青汁とかやずやの構図をするやつ、そういうなんか文章もらえたら超面白いな、はい、なんか一見普通の会話なんか文章でちょっとなんか、うん、なんだろう、世間話みたいなこと書いてあるのかなって思って、はい、そんな時に出会ったのかみたいな
いいね、そんな時出会ったのが、そんな時出会ったのがとか、そんな私を変えたのとか、あいい、ね、そういうなんか、うん、フレーズを最後に持ってきて、はい、文章を作って送ってくれたら、うん、すげえ楽しそうな、めちゃめちゃ面白そう、ね、ちょっと頑張って文章を書いてくださいね、うん、それちょっと楽しみだな、それいいね、うん、はい、めっちゃ面白いと思う、面白そう、うん、そうですね、じゃあちょっとこれはなんか道の句のツイッターとかでね、ちょっと、はい、例文みたいな、軽い例文みたいなやつをね、はいはい、うん、なんかあげてあげれば作りやすいかな、うん、はい、ということでですね、来月は健康月間ということで、はいはい、7月は ね、はい、夏バテとかもあるから、あ、そう ね、それも防止していかないといけないので、重症とかそれね、そう、はい、8月9月なんてね全然暑いですから、うん、暑い、うん、やっていきましょうということで、健康のためにしていること、ぜひぜひどしどし送ってください、よろしくお願いします、というわけで6月の道の奥ダブルドラゴン、この辺で終了ということになりますね、はい、はい、じゃあ獣医さんバースデーライブ頑張ってください、そして楽しんでください、はい、改めてありがとうございます、おめでとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。